今日はね、題も非常に難しくて、普通のガイド演説会は政策的なことを話せと言うんですが、今日は日本人の知らない日本の歴史をしゃべれっていう、そういうことでですね、まず日本人が知らないっていうのは一体何かと、いうこともありますんで、ご存知の方もおられると思いますが、一応そういうことでお話をしたいと思います。まずは政策的なことから話しますと、この前自民党の政府がですね、年功序列とか、それから終身雇用、こういった日本の雇用形態を変えて、そして労働市場をもう少しオープンにして、誰でもこう変えられるようにするというふうな発表をしました。で、これは実は非常に大きな問題を含んでおります。実際にはテスト的にですね、1990年代に研究者だけはやったんですね。研究者は比較的国際的な動きもありますんで、日本の様式だとですね、外国の方を、外国の人って非常に違ってて、僕その時ある私立大学の副学長やってたんですけど、採用なんかをやるわけですね。そうしますと、外人はですね、面白いんですよ。日本ですと、長く勤めていいですよって言ったら喜ぶんです。外国人はね、特にアメリカ人はね、期限を切ってくれって言うんです。3年とか5年とか切ってくれと。つまり長く勤めないかんないやったら嫌だと、職場が合わないかもしれないしっていう、そういうふうに感覚が全然違うんですね。で、そういうこともありまして、日本では一応、大学の研究者を中心に、期限付きの仕事契約っていうのをやってみたわけですよ。これでもう20年ぐらい経つんですけど、結果は大失敗なんです。なんで大失敗かって言いますとね、これ今から話しますが、日本は世界で非常に唯一っていう文化を持ってるもんですから、それと合わないんですね。それは日本でなぜ永年勤続というか終身雇用、年功序列という制度ができたかっていうことがなぜかっていうのを考えておかなきゃいけないわけですね。それで他の国はなんでそれじゃそうじゃないのかっていうことを考えて制度を作らないと、今は政府はですね、全部アメリカとかヨーロッパがやってればそれはいい制度だというんで、ほとんど何のディスカッションもしません。私も政府の委員会を4つぐらいずっとやってたんですけども、そこでの議論はほとんどドイツがやってるからとかね、アメリカがやってるからっていう、そういうことが説明で、じゃあそれは日本に適してるんですかっていう議論はほとんどないんです。で、それが一番いい例ですから、それをお話しますとですね、江戸の終わりに日本が鎖国を解いて、外国の人がどんどん入ってきました。一番驚いたのは、日本人がお金を要求しないってことなんです。一番典型的にはイザベル・バードっていうイギリスの旅行家で、女性ですね。非常に勇気のある女性で、日本に幕末かなんかに来てですね、それで馬に乗って東北一周旅行をするんですよ。もちろん女性ですしね、風呂を入ることから、衣服を着替えるから何からものすごく大変だったわけですよ。だけどやっぱりイギリスの女性ってのはそれなりに覚悟もあって、それで日本人の孫を雇って馬で宿場を行ったわけですね。で、ある宿場に泊まったら、その女中がものすごく親切で、ものすごいやってくれたんで、非常にそのイザベラ・バードさんが感激して、それで出る時に翌日の朝に紙にお金を包んで渡そうとしたんですよ。そしたらもう本当にイザベラさんはびっくりしてんだけど、その女中が「いや、私はお金はいりません」っつったんです。その時の理由がすごいんですね。私は女中としてやるべきことをやったんだから、別にお金をいただく必要はありませんとこう言ったんです。それで、これはね、もうイギリスなんかじゃ考えられないんですね。一つはイギリスは階級制がありますから、貴族はそういうことはしませんが、平民はですね、お金がもらえればいつでももらうっていう、そういう態度だったわけですよ。ところが、まずお金をもらわないっていうのはびっくりした。もちろん女中さんですから、当時は学校は全く出てませんよ。何の知識もない。だけどもお金も貧乏だ。だけども金を取らない。もう一つイザベラ・バード言ってますね。ある時に自分が忘れて次の宿まで行った時に、あれを前の宿に忘れたって気がついた。そしたら孫がね、その馬を引いてる孫が、バーッと走って取りに行って、これで取って返してきた。そしてだからこれもやっぱりイザベラ・バードはやっぱり自分が忘れて、それで孫が取りに行ってくれたんだから、それは心づけあげなきゃいけないと思ってあげようとした。そしたらその馬を引いてる孫さんはね、なんつったかったら、いやいや、孫というものはお客さんを馬に乗せてちゃんとした満足な旅行をするためのサービスをする職業だから、お客さんの忘れ物をね、忘れたままで来るってこと自体が間違ってるって、こう言ったんですよ。全く両方とも、女中さんも孫馬の引きさんも教育なんか全くないんですよね。まあ言ってみれば、今で言えば、差別表現になりますけども、最下層の人たちですよ。それでもそうだっていうんで、彼女はびっくりしたわけですね。で、これはもういろんな点であるんです。で、これはですね、どこにも違いがあるかって言いますと、ヨーロッパ人、アメリカ人はね、これ悪いってわけじゃないんですよ。文化だから。中国人もそうですけど、お金に応じて仕事をするんです。それは当たり前とも言えますよね。賃金なんですから。だから例えば、5時から9時まで働けば、9時から5時まで働けばいくらと。働きに応じてお金をくれると、これがまあ原則なんですよ、彼らは。だから彼らは原則だから、余計なお金をしたら必ずその分を上げるとかチップを出すとかしないといけない。つまりこういうことですね。テーブルを拭く仕事の人がいると、これで100円上げれば100円分だけ拭くんですよ、彼らは。つまり仕事の分だけ、賃金の分だけ引くわけです。じゃあ1000円上げるったらきれいに全部拭くんです。これがまあ常識なんですね。文化なんですから、いい悪いじゃないんです。ところが日本人は全然違うんです。日本人は変なことにね、100円とか1000円とか関係なく、あなたテーブル拭いてくださいねって一生懸命拭くんですよ。彼ら理解できないんですよ。お金はちょっとなのになんで一生懸命拭くのって。だけど今でもそうですよ。僕いつもね、駅に行ってね、駅のねエスカレーター拭いたりね、なんか駅の掃除してる人見たらね、もうちょっと外国というかヨーロッパ、アメリカでは考えられません。丁寧にやってるんですよ。ほんでおばさんなんかそこら辺拭いてね、あそこら辺にゴミ一つ落ちてるとそっちに行ってそのゴミ拾ってきますよ。あんなのはね、日本しか世界でないんです。だから日本が正しいか日本が正しくないかってのは分かりません。向こうの人は日本っていうのは変だと、お金をもらってないのに働くなんていうのは資本家の手先だって言うかもしれないし、日本にしてみれば違うんですね。日本人の働きっていうのは、どうして日本人が働くかっていうと、ちゃんと働くかっていうと、日本人はお金で働くんじゃないんです。プライドで働くんです。誇りで。自分は自分という人間が机を拭くんだったらこれだけ拭くと。そういう自分が机を拭く自分の誇りがあるんですよ。恐れ多くも自分が机を拭くっていうんだったらきちんと拭くと。だから日本人は自分の誇りでやる。それから外国人とか、ヨーロッパ、アメリカ、中国の文化はお金をもらっただけやる。どっちが正しいか分かりません。ただ日本の文化ってそれがこう全部通ってですね。ですから日本人っていうのは賃金を決めなくてもいい、後で払えばいいということで、後払いっていうふうになることが多いわけですね。飲み屋に行っても、飲み屋で最初から金を取るってことはありませんが、アメリカでは大体ね、飲み屋に行くとまず2ドルかなんか出したら2ドル分の酒をくれる、5ドル出したら5ドル分の酒をくれるって、こういうふうになりますね。ですからまあ文化っていうのはこれしょうがないんです。で、こういう文化、日本の文化っていうのはだから絶対理解されません。例えば一番その曲解されるもんが、悪く取られるものが、東南アジアに行った日本の奥さんなんです。日本の奥さんはね、東南アジアに行くとね、嫌われるんですよ。なんで嫌われるかって言ったらね、普通は奥さんがやらない仕事をやるんです。東南アジアなんか行ったら、奥さんはちゃんとした奥さんはトイレ掃除なんか絶対やりません。それは雇ってる人がやる仕事なんです。だからそのトイレは雇ってる人がやることだって、奥さんがやる仕事じゃない。ところが日本の奥さんはむしろトイレ掃除ちゃんとやりますよ。自分の家族が汚したようなところは他人に見せないとか、そういうことでやるんですね。これはだから日本人独特の考え方なんです。じゃあそういう日本人独特の仕事は、プライドでやるんであって、お金でやるんじゃないっていうことで、全員が同じ気持ちなんですよ、日本はね。これはどうやってできたかっていう、こっから先は僕の見解が入ります。今までは大体事実なんですけど、これからちょっと僕の見解が入りますが、日本はですね、現在のところでは世界で一番早く文化ができたところなんです。これ皆さんは違うというふうに思うかもしれませんが、それは近隣諸国条項というのがあって、ものすごい変な証拠なんですよ。子供たちに日本が中国よりも早く文化ができたということを教えちゃいけないっていうのがあるんですよ。今でちゃんと生きてるんです。これで教科書のね、教科書の記載の基準なんですよ。だから教科書に、日本が石器時代がいつから始まって中国がいつから始まったと書いたと、中国の方が遅かったら検定に通らないんです。事実がどうであれ、これはまあ早くに直さないといけないんですよ。僕らは子どもたちに日本が素晴らしいってことを教えようとしてるわけじゃないんですよ。子どもたちに正しいことを教えようとしてるだけなの。だからそれは今禁止されてる状態なんで、皆さんも多分知らないんです。世界で旧石器時代、大体5万年ぐらいからはっきりとした旧石器時代が始まるんですけど、旧石器時代の5万年前の遺跡っていうのは日本では120個ぐらいあるんです。これはもう世界でも飛び抜けて多くて、普通の国はもう全然そんなのと桁が違うんです。別に隣の国の文句を言うわけじゃないですけど、隣の朝鮮半島で見つかっている旧石器時代の遺跡は400ぐらいです。これが普通なんです。だから別に朝鮮半島が遅れてたってわけじゃないんです。日本が特別に早いんですね。それで特に旧石器時代は石を砕いて矢尻を作ったり、いろんな包丁を作ったりするわけですから、技術が先行しなきゃいけないんですね。だから日本は皆さんご存知の通り技術が非常にしっかりしてるから、世界で一番早く大体5万2000年前ぐらいにその石器の工場を、大体村を作りますとね、石器の加工工場を作るんです。加工工場の跡が出てきますね。それで石器がいろいろ出てきます。それで主には麹妻とか野尻湖の黒曜石を使うんですけど、そういったその石器にしやすいものを作って、それで日本は一番早く、文化が旧石器時代の文化ができるんですね。それでところがずっとそれでやってきた旧石器時代の時の食べ物っていうのは大型の哺乳動物なんです。例えばヘラジカとか、ヘラジカってでかいんですよ。このぐらい背があってね。それからナウマンゾウつって、これは日本誕生のゾウですけど、ゾウがそれをね、どうやって、やっぱり石器のね矢尻じゃね、ゾウをつついて殺すってことはできないんですよ。鉄の矢尻じゃないと。だから結局ゾウを落とし穴に落としてみんなでついて殺すんですね。その落とし穴の構造っていうのは日本が世界で一番優れてるんです。ゾウには かわいそうなんだけど、絶対出れないような構造になってるんですよ。で、日本人とは元から工夫をするわけですね。それでみんなで過ごすっていう、この2つの基本があるわけです。それで5万2000年前に、一番古い骨といえばね、日本で一番古い骨って明石人とか、いろんな港川人ってあるんですけど、大体10万年ぐらいかなと思われるんですけど、そこのとこは遺跡が少ないもんですからね、確たる証拠はないんです。だからちゃんと言うときには5万年前から、もちろん教科書には全く書いてありません。教科書になんで書いてないかっていうと、その頃中国にはまだ石器時代の遺跡がほとんどないもんですからね、日本の石器時代があるっていうことを子供に教えられないんですよ。だからしょうがないから皆さんが知ってる縄文時代から教えるんです。縄文時代の始まりは日本では1万6500年前なんだけど、その頃にはもう中国に文明があるので、日本に縄文時代ができたと言ってもいいんですね。だからね、すごく変なことになってるんです。やっぱり我々は別に日本が優れてるとか、日本が神の国だとか、そんなこと言いたいわけじゃなくて、正しく日本人の歴史を分かり、日本人がどういう生活をしてきたかによって、我々の性格とか、今の文化ですね、そういうふうになんで日本人はプライドでやって、アメリカ人とかヨーロッパ人は金でやるのかっつったら、そこの歴史が違うからなんです。それで5万年の間、日本人はどういう生活をしてきたかっつうと、国家を作らなかったんですね。つまり階級を作らない、王様いらないと、みんなでやるんだと言うんで、みんなでやるっていうんで、州長とか村の長ぐらいはいたかもしれないけど、あとは全部平民だったんです。しかも男女の区別もあんまりしてなかったんです。つまり一列なんですよ。州長様みたいなのがいて、あと一列っていう、そういう構造しか作らなかったんですね。これは作らなかったのか必然的にそうだったのかよく分かんないんだけど、とにかくできてないわけです。そこで日本人はどういう性格ができたかっていうと、差別をしないってことになったわけですね。だって一列だから。だから日本だけが世界で奴隷のいない国になったんです。奴隷のいない国になったのは、奴隷のいないような生活を5万年間してたわけです。それで1万6500年前に縄文時代ができてはまだ国家はできてなかった。それで国家ができたのは卑弥呼とか、皆さんが言った邪馬台国の卑弥呼とか、そういった時代です。あれは今から2000年から2500年ですからね、桁が違うんですよ。5万年過ごして、あと2000年どうだった？最近邪馬台国がどこにあったかなんて、あれあんまり勉強する必要ないんです。だって邪馬台国は2000年なんだから、誰が王様って関係ないですよ。問題は5万年間、我々の祖先はどういう生活をしてきたかってことなんです。それで1万6500年前に土器ができたわけですよ。これは縄文土器ですね。この土器も世界で初めてなんです。日本が初めてなんですよ、焼いた土器。つまり火にかけられる土器を作ったのは日本が最初なんです。なんで火にかけられるかっつったら、縄文の最初の土器っていうのは、縄文土器と皆さんなんか縄の模様がしてある土器を思い浮かぶけど、あれはお城の方ですね。1万6500年前にできた土器っていうのはつるっとしてます。それはどうしてかっていうと、南蛮像は取れなくなったんです。しょうがないからキツネとかね、タヌキとかね、ちっちゃいウサギとかそういう動物を取る。これじゃ足りないので、どんぐりとかシイの実とかを食べ出した。それはやっぱり鍋で煮なきゃいけないから。それで日本が一番最初に火にかけられる土器を作ったんです。火にかけられる土器っていうことは土を水で溶かして、これは瀬戸がありますけどね、ああいう土を水で溶かして粘土にして、それを火で炙って500度ぐらいまで持っていかないと、火にかけられるような鍋ができませんよね。これも日本が世界で初めてなんです。で、みんなそういうふうにやってきたので、小規模な村で階級がなくて、男女も一緒にやってきたっていう、そういうことなんですよ。これが何を生んだかったら、それは当たり前ですけど、助け合いなんですよ。要するに、だから悪い面では隣を見て、日本人は隣を見て考えるって、そういうのもできたわけですね。だってみんなで村で、一緒に作業してやってきたわけで、ずっと5万年間、その間に日本人の性格っていうのができたわけですね。その性格が、さっき言ったように、お金とか関係ないわけですよ、全然。だってその村はその村で、いる人が全力を注がないかんからね。だから、それでできた。奴隷なんかもちろんいらない。みんながやった。それから最近 SGB、なんかあるじゃないですか。LGBT だけあれなんかはね、日本にはないんです。日本になんでないかっていうと、もちろん男女がありますから、男女があれば超男っていうのがいるんですね。超男ってのは XYY 遺伝子を持った人で、これ殺人犯に多いんですよ。あんまりこう言うと差別になるから言わないんだけど、超オス、それから超男、それから男と女の間、超女って、そうなってるんです。これはもう全部の生物がそうですから、だから別に LGBT とか言ってもね、あんなのは日本人はね、当たり前にそこら辺にいたんです。分かってるんです。だからそういう人もね、超オスの人も超メスの人も、それから LGBT の人も、それなりに社会で生きてるっていう、そういう社会だった。だからあの法案だって、アメリカからの圧力で作ったんですけど、日本にはあんな法律いらないんですよ。もともと日本人分かってるんですよ。変な人もいる。ちゃんとした人もいる。身長だってね、1メートル90の人もいると、1メートル60もいると。じゃあ、1メートル45の人は、電車に乗ってつり革に捕まれないじゃないかと。いや、それはそうなんだけど、その人はその人で、防火なんかに捕まって、みんなで別に1メートル45の人いたって別に普通じゃないかと。そういう人だっているよと。ね、2メートルの人が頭ぶつけるかもしれない。だけど、それもそれでいいっていうのが日本の社会。この日本の社会ができたのが、5万年間の特殊な生活だったわけです。遺伝子に詳しい人は、YAP 遺伝子ってね、YAP っていう遺伝子が日本人特有ですね。特に男性中心ですけど、日本人だけにしかいない。この遺伝子を持った民族っていうのは、他人のために自分の命を投げ出すっていう特徴があるんです。だから特攻隊ができるんです、日本ではね。それから主君のために死ぬとか。そういうのが出てくるわけですよ。この YAP 遺伝子って、D 遺伝子とも言うんですけど、こういった特殊な遺伝子を持ってるんですが、日本人の場合は、やっぱり島国ですからね、大陸から来ることもあるんですけども、これは少数で、もう今、遺伝子でね、大陸から来た人が昔は基盤民族説とかあったけど、そんなのは今は全部ないんですけど、でやっぱり島国だったから、同じような性格で、同じようなこう、ね、例えば、いつも私言うんですけど、わかめと生のりとごぼうを食べられるのは日本人だけなわけですよね。酒が飲めないのが半分ぐらいいるのも日本人だけなんですよ、世界で。これはやっぱりこういう性格にできたわけだから、そういう性格を生かすような、政治をしなきゃいけないわけですね。だからそれは僕はいつも言ってるんですけど、日本人だけは、結婚したら夫が妻に全額の給料を渡すなんて、これもう日本人だけだったんですよ。他の国はそうじゃありません。個人個人ですから。で、妻は妻の働いた分、夫は夫の働いた分で、妻に渡すとは生活費を渡すだけですよ。だけど、日本人の場合は、僕なんかも結婚して50年以上経ちますが、もう結婚した途端から全額妻ですよ。もう全額妻。今ではまだ、お小遣い制ですよ。で、今、それも崩れつつあるんです。で、崩れるのがなぜ悪いかっていうと、日本は今までそういうふうにしてきたから、みんなで一緒にやるということをやってきたから、お母さんの労働を労働と認めてないんですよ。労働契約がないんですよ。本当は労働契約があるはずですよ。だって子供を産んで子供を育てると大変だから、あれが労働でないって言ったら何が労働だっていうぐらいの大変な労働なんです。だけど日本っていうのがもともと助け合いの民族だから、別にだから戸籍を作ったわけですよ。戸籍を作ったのは、戸籍があるのは日本と日本に関係する国7カ国しかないわけですから、世界でヨーロッパとかアメリカは戸籍ないわけですから。だから戸籍がないから結婚したって同じ家族じゃないんですよ。だから、財産もバラバラなんですよ。だけど日本はやっぱりよくよく考えればね、いろんな不幸な人はいるし、いろんな人はいるけど、一応社会の中心をなすといったら、結婚した夫婦で子供がそこで育つ。特に子供を大切に考えると、やっぱりここの中でもね、こんなこと言うと失礼だっていうか、ちょうど家族がもういかなかったという人もいるでしょうけど、一応日本人は、まともな日本人は、子供は親のもとって家庭で育った方がいいと考えたんですよ。別にどう考えたっていいわけですよ。一人で子供が育った方がいいと考えもあるかもしれない。日本人はそう考えなかった。だから戸籍を作って、夫婦も一緒、子供も一緒、それで一応やってくださいっていうのが社会の基準だったわけです。だから夫が妻に金を渡したの、給料全部袋のまま渡したりするという、世界でも特別なあれですね。それから僕いつも言うんですけど、その5万年間のずっとそういう村の生活ですね。国を作んない村の生活において、その落語といいますか、結びつきで人間は生きると。いうことになったんで、日本だけが神様の一番トップが天照大神っていう、これ女性の神様ですね。女性の神様が神様の一番上っていうのは、こんなに国は多くても日本だけですから。それでだから日本は神様は一番上の神様を女性にしたっていうのは、なんで女性にしたかったら、人間が大切なのは力でも金でも知恵でもそういうもんじゃなくて、でみんなで一緒に解決していくんだと。だから外国は筋肉たくましい男性の神様がいて、それが剣で切り落とすわけですよ。悪いやつは切ると。ところが日本は悪いことができても切らないんですよ。天の岩戸の物語ってのはそれ言ってるわけですね。物事を解決するときに、あいつは悪いから切り殺すんだってことをしないっていうことなんです。でこれも教科書の検定基準があるから皆さん間違って思ってると思いますが、日本は世界で対外戦争数、外国に攻めた戦争数というのは一番少ないんです。最も少ないんですね。イギリスの大体100分の1ですからね。だから全然少ないんです。この考え方も日本の考え方、つまり自分のものは自分のもの、他人のものは他人のものっていう考えだから戦争が少ないんです。日本は特別に戦争少ないんですよ、本当に。戦争するっていうのは、他人のものは自分のものだと思わなきゃいけないから。だから戦争するんですから、だから日本は全然自分たちでやりますよ。これは奥さんの仕事もそうなんですよ。自分の家のことは自分でしますよ。この自分のことは自分でします。田畑も自分で耕します。ちゃんと自分でやるべきことをやりますと。この精神が日本の基本の精神ですから、今度の、ありがとうございます。多分これ今度の風邪ってなんか咳に来るっていう人多いから、多分それだとだいぶ治りかけてるんですけどね。それでだからこの例えばね、今度のなんで年功序列なのか、これを僕はちょっとネットに書いたらね、すぐ若者から反論が来て、俺はじじいに金なんかやりたくないと、年功序列ってなんだって言うんですけど、もともと日本はね、能力に応じて給料の差をつけないっていうのが基本だったんです。能力に応じて働くところは変えた方がいいんですよ。例えば僕だったら物理でしょ、物理の先生、大学の先生がね、物理のね、電気とか機械分かりませんじゃ困るから、だから仕事はその人の能力によって仕事をさせる。だけど仕事の種類によって給料を変えないっていうのがね、日本の基本的考え方なんですよ。これみんな今ではおかしいと思うんですよ。能力のある人は産んでもらっていいと思ってるんですよ。だけどね、これはどういう理屈によるかっていうと、人間は能力のある人は美味しいものを食べる権利があるのか、これまだ証明した人いないんです。ね、僕はいつもそれ言うんですよ。能力のある人が給料もらっていいって言うなら、能力のある人は美味しいものを食って、能力のない人はまずいものでいいのか、その論拠はどういう論拠だっていつも聞くんだけど、誰も答えたことありません。だから人間っていうのは、仕事は確かに能力のある人にやってもらった方が社会はいい。だけども、できるだけみんなが同じ賃金がいいんですよ。そうなると次はどうなるかっていうと、やっぱり20歳の時は少しは少なくていいよと。だけど50歳ぐらいになったらね、やっぱりちょっと賃金も多い方が給料も多い方がいいと。これが年功序列なんです。だから年功序列という方が、実力がある方がお金を取るっていうか、ずっと優れてると僕は思うんですよ。人間らしいと思うんですよ。やはり小さい若い頃は何とも耐えられるけど、どっか歩いても行けるけど、年取ってきたら疲れてくるしね、ちょっと座りたいとかいろいろ生じる。だから年を取ったら年功で、年功という年の功と書くわけです。年功というのを認めて、若干でも多くのお金をあげようじゃないかってのは日本の考え方なんです。僕はこっちが好きなんです。要するに人間っていうのは、ね、能力がないから能力があるからっつってお金に差をつけちゃいけない。だけど全く同じだとね、ちょっとやっぱりサボりがちになるから、まあ2倍ぐらいがせいぜいだろうと。今みたいにね、僕らはね400万、普通の人は400万500万しかもらえなくてね、どっかの社長はね1億2億って、そんなふざけた話ありませんよ。人間がそんなに違うのかって言いたくなっちゃうんですよ。だから僕は今日言うのは、もうあと3分って言ってますからね、僕が言いたいのはですね、日本の文化は素晴らしいんですよ。全部理屈に合ってるんです。それをヨーロッパとか中国とかそういうところの文化で比較すると、あっちはもう奴隷は作る、ね、賃金は大金持ちでいい、嫌なことは人にやらせるって、そういう文化なんです。僕は絶対日本の文化の方がいいと思う。それは5万年間の蓄積ですから。だからこれを大切にして、政策も必ずそういう政策を主体としていけば、そしたら子供も満足してやれますし、奥さんも今みたいに苦労しなくてもいいし、年取りもみんなが敬われるし、若い人だって日本人ですから、やっぱり賃金がどうよりか会社のためとか日本のためとか言って働く意欲が湧くわけですから、日本人に合った日本の歴史をよく勉強した方でやるのが正しいと思います。それではこれは今日はこの話で終わりにします。どうもご清聴ありがとうございました。小平先生、ありがとうございました。